回は二酸化炭素が増えるとどうなるかを説明するよ。二酸化炭素は悪いものなの？そんなことはないよ。自然の中にもともとあって、地球を暖かく保つ働きがあるんだ。ちょうど良い量があればいいんだけど、今は増えすぎてしまったから問題になったんだよ。どう問題になったの？みんなの周りには空気があるって言ったでしょ。この空気は地球全体をぐるっと囲んでいるんだ。これを大気と呼ぶよ。大気。地球は太陽からの熱のエネルギーで温められているから暖かいんだ。大気は熱を地球の周りで保つ役割があるんだよ。そうなんだ。でもね、この大気の中に二酸化炭素が増えすぎてしまうと、保っている熱が多くなってしまう。そうすると地球が今までよりも暖かくなっちゃうんだ。そうなんだ。これを地球温暖化と呼んでいるよ。地球温暖化。だから二酸化炭素は温室効果ガスとも呼ばれている。地球温暖化の話をするときは、二酸化炭素、CO2、炭酸ガスなどは同じ意味で使われているよ。でも、ちょっとぐらい暖かくなってもいいんじゃない？何がいけないの？実は、思ったよりも時間がないんだ。これは日本の平均気温の変化だよ。どう読み取るの？この線がそれぞれの年の気温。ジグザグだから分かりにくいかな。大まかな変化はこの直線のグラフとして考えられる。気温が確実に上がっているね。そう。このままグラフを伸ばしていったら、あるいはもっと二酸化炭素が増えていったら、未来はどうなるだろう。どんどん暖かくなっちゃいそうだな。今までより暖かくなっちゃうとね、暑いだけではなくて、みんなの暮らしに困ることが起きる。どんな？例えば大雨が増えて災害が起こりやすくなったり、反対に雨が全然降らなかったりすることもあるよ。それは困るね。この温暖化は人間が原因なんだ。そうだね。世界中の研究でそう考えられているよ。そうなんだ。だから二酸化炭素をこれ以上増やさないようにしなきゃいけないんだ。うん。